大静香です朝の体重測定って言いたいとこなんですがホテルに前乗りだったのでこの日も体重朝の体重わからぬまま大徳さん え、芸能人綺麗プロジェクトという企画で、あの、お助けアイテムをもらって、私はクレバーさんの置き換えプロテインをもらって、1ヶ月半ダイエットに臨んだんですけれども、目標が56キロということで、スタジオで結果発表、生結果発表ということで、この日スタジオで私も体重を知ることとなりましたが、その体重がこちらじゃん !55.0 でした ちょっとスタジオの体重計の写真を撮りたかったんですけども、まあほんと生放送中だったので撮れずに、皆さんにこういう数字でお伝えになるんですが、まあアナログの体重計だったので、ちょっとこの細かいとこがわからなくて55とさせてもらうんですけど、これ、え減りすぎじゃねって思う方いると思うんですよ。 でも実はこれ、私前日の夜と朝、当日の朝が、あの、ホテルで体重計ないから体重測れないっていうのがすごくすっごく不安で、もしも56キロ行ってなかったらどうしようっていう不安から、前日、まあ昨日も載したんですけど、半身浴をめちゃめちゃやったんですね。半身浴を初めて二部工作、二部制作でやって、途中30分バスタオルの上に寝っ転がってもう一回やるみたいな感じでやってて、ね、 どうにか56キロいってくれっていうことで水分を抜いてたんですよ。で、生放送のスタジオまで何も水を飲まずに挑んだので、思ったより体重が減りすぎていたっていうのはあります。なので、まあ、ちょっといえ、水分じゃんと思うかもしれないけどですけど、まあ、結果、まあ、56キロは下回れたということで、えー、大徳さんの綺麗プロジェクト、え目標には出しましたありがとうございますそしてウエストの方がこうなりました。ドン さあ、ビフォー87センチからアフター75センチ。もう背中が人、人っぽくなってきました。マイナス12センチ。いってましたね。ありがとうございます。で、収録が終わって、収録というか生放送終わって、持ってきてたトロピカーナー100%ジュースを飲みました。もうこの日何も水分がもうカラッカラ状態だったので。もう、スポンジのように、ギュッて絞ったスポンジのように吸収しましたね、飲み物を。一瞬で増えると思う、体重。 で、お昼ご飯お昼ご飯っていうかなんですけども、自分はまやかそうということで。じゃーん沢田商店さんというかき氷屋さんを調べて行ってきました。私か、か氷が、たピザよりも多分好きなんですよ。で、こんな感じで、ね、いろいろあるんですけど。はい、私はこれにしました。ほうじ茶、黒ごま、きな粉。めちゃくちゃ美味しそうじゃないでもね、一応ダイエットだから、氷にしとくかっていう感じで氷にしたんですけど、 結局トッピングフルでいっちゃいましたね白玉とあんこと練乳まずは何ものせずに食べましたけどもうふわっふわで本当においしかったです自分へのご褒美だで練乳かけてもうねこの日はどんだけ戻ってもいいやくらいの気持ちでもうなんか一心不乱でしたねあんこのせて白玉も乗せて 初めて行ったところだったんですけど豆だったっていうこともあっていつもは並んでたりするらしいんですよ沢田商店さんでもこの日はすぐに入れてマネージャーさんと2人で食べてきましたこれね本当に美味しかったからおすすめ名古屋名古屋だよね名古屋の駅の近く歩いて20分くらいのところにありました是非行ってみてください美味しかったーったて,思って 食べたんでですすがマジで美味しすぎて一瞬だったんですよ。ほら、なくなるのが。溶けたの。本当に3分くらいで食べ終わっちゃって。あんなにご褒美で、私は食を今日楽しむぞって思ったので、のに、幻かって思って気づいたら、はい、2個目頼んでました。かき氷屋さんで2個。次は、みかん味を頼みました。みかん味にソフトクリームトッピング。はい、上に乗せて豪快に。 食べました。どれがおすすめですかって言ったらみかんって言われたらみかんにしたんですけど、2個目途中くらいからもうお腹いっぱいになりすぎて、この日は新幹線でお酒飲むぞーって意気込んでたんですけど、お腹いっぱいすぎてお酒飲む気力もなく、はい、新幹線は爆睡してました。自分お疲れ様。 で夜ご飯です夜ご飯も絶対好きなもの食べるぞって思ってたんですけどいざとなったら何食べていいか分かんなくて目の前にあった五右衛門スパゲッティ行ってきました五右衛門はお箸でスパゲッティを食べるお店なんですけどはいこれ頼みましたたらこ湯葉たらこモッツァレラチーズのカルボナーラかな名前違うかもしれないけどそんな感じを頼みました なんかねいろいろ食べたいものをね自分の中で考えてたんですけどいざ何でも食べていいよって言われる,言われるとって言われてないんですけど自分の勝手なルールなんですけどなると何食べていいか分かんなくて、まあ、でもめちゃくちゃ美味しかったですパスタなんかも久しぶりに食べたのでちなみに私五右衛門行くたびに思うんですけどスパゲッティってすすらると、まあ、マナー違反というか行儀悪いじゃないですか。 でも五右衛門ってお箸で食べるじゃないですかいつもこれすすっていいのがすごい迷うんですよねでも一応パスタなんであのすすらずに食べてるんですけどこれどっちが正解なんですかね教えてください知ってる人でも本当においしかったですで今のが16時くらいだったので夜お腹が空いちゃってオイコスの無糖を一つ食べましたはいここ意識高い感じするじゃないですか意識高い感じなのにここは じゃ黒切りしますお酒が出てきましたいつもはハイボールなんですけどなんかハイボールはダイエット中でも飲んでいいみたいなイメージが勝手にあって本当は芋焼酎が好きなんですけどハイボール飲んでたんですよでも今日は何でもいいって決めてたので芋焼酎を買ってきましたなかなかいかない ちなみになんですけど、私今もう頑張ったみたいな感じで、もうリミット外れて好きなようにやってます。もうめっちゃ爆食いしてるんですけど、トレーナーさんはもう酒飲むのとかマジ、ゴリゴリ反対でした。私がお酒飲むっつって、もうこれ終わったら絶対お酒飲むみたいな話してた時も、なんか、いい飲むんすかみたいな。めちゃくちゃ嫌がられました、正直。それはそうですよね。まあ、筋肉分解されたりするし、ここまで頑張ったのにもったいないって思うじゃないですか。こう一晩絶対戻るし。 そうだから、トレーナーさんは反対反対だったんですけど、私はしっかり言うことを聞かなかったです。でね、1、2杯くらいなら頑張ったんでいいんですよって言ってくれたんですけど、やっぱ久しぶりすぎて、で、乾物もむくむからやめてくださいって言われたのにしっかり当たり目買って。いや、わかってるんですよ。私は自分のトレーナーさんのことめちゃめちゃ信用してるんですね。あの、そこの人の言うことを聞いてたら間違いないっていうのはもちろん、もちろんわかってるんです。 お酒も飲まない方がいいことは本当に分かってるんです。でも言うこと聞いたら絶対痩せる。分かってます。でも、それがやれてるのならば私はそもそも太っていないんです。そういう人間なんです、私は。ごめんね。トレーナーさん。本当に親身になって考えてくれてるのに、この日は。自分のわがままを優先しました。でもまた、頑張るから許して。はい、ゲームもね。あの、私肩が結構前に内巻きしてるんで。 ゲームもあんまりやってほしくないって言ってたんですけど、しっかりやってました。で、トレーナーさんね、私が何食べたか、まあ、都合のいい時だけ報告するんですよ。意識が高い時だけ。これ食べましたとか。でも、こういうの食べた時報告しないから多分、あの、動画で知って、はってなってると思います。ちょっとムカついてるかもしれません。すいません。片揚げポテトも食べました。ポテチはやめてくれと言われてたんですよ。 そそりゃそうですよねこんだけ水分取って塩分取ったら確実にむくみますからモチベーションが多分下がるじゃないですか増えたらでも私は「すいません欲に正直になってしまいましたちゃんとトレーニングで取り返します」「私がこんなふざけたことやってるからそこのジム通ってもなんか痩せてねえじゃんおうや」ってなるかもしれないですけどトレーナーさんもちろんしっかり指導してくれてます何度も言うけど私が言うことを聞いてないだけ」 トレーナーナさんはこれを見てしっかりため息をついていると思いますでもちゃんとあの目を見て謝りますはい大ご期限イライラさせてるんだろうなでも私は本当にに5 5キロなんて久しぶりに見たしすごく舞い上がっててはいもう今日は自分頑張ったぞっていうことであの はい、うまいって言ってます。自分は甘やかします。でもこういう日がね、やっぱ私、ないとダメなので <laughs>。はい。これを機に、また頑張っていきたいと思います。さあ、恐ろしい夜の体重測定です。どうなってることでしょうさあ、57.4! さすがにかき氷を2個食べて、パスタを食べて、ヨーグルトを食べて、お酒飲みながら、当たり目と、 唐揚げポテトを食べると、こうなってしまうのか ?202.4kg? <laughs> 増えてしまったまあでもね、正直こんなね、1日で脂肪が増えてるわけじゃないので、な水分を蓄積してたりとか、だったりだと思うので、あの、このまま、またね、ちゃんと体勢を立て直したら、しっかり、こう、いったまってちゃんと減ると思うので、あの、あんまり気にせず、自分お疲れ様という気持ちで行きたいと思います。皆さんはどんな1日でしたか明日も一緒に頑張ろうね。バイバーイ